皆さんこんにちは、ほっしーです。監督の皆さんこんにちは、開発エンジニアのレオンです。今回のハチテレでは8月9日水曜日から始まる発火祭第1章の情報をお届けいたします。それではまず最初にご紹介するのはスカウト情報になります。八の井プリンセススカウトブルームではシンデレラ覚醒が可能な SSR 選手をお迎えすることができます。はい、そして今回シンデレラ覚醒できる選手はこちらの選手になります。じゃじゃん、はい、光月高校のキャッチャー岸風花ちゃんです。来ました。はい、来ました。はい、こちらですね、2年生編の夏大会でとあることを高坂ちゃんに伝えているシーンとなっておりますが、詳細はイベントで明らかになりますのでお確かめください。こちらの騎士ちゃんは UR にシンデレラ覚醒をするとシーンがアニメーションします。こちらです。じゃじゃん、はい、かっこいいですね。はい、こちらもですね、決めた後なのかなみたいな、こうかっこいい雰囲気がね伝わってきますね。そうですね、まあ、ちょうどなんか最近大学生の騎士ちゃんがゲーム内に登場したんですけれども、改めて見ると高月のユニフォームも素敵だなと思いました ね、いいですよね。はい、じゃあ騎士風花ちゃんのシンデレラハーモニーなんですけれども、打席時で引っ張り使用もしくは保守時でも発動できます。まず打席時で戦術引っ張りで発動します。長打率を上昇させて相手の補給率を減少させます。もちろんオペレーションコストも回復します。で、何よりもこちら の引っ張りの時のシンデレラハーモニー発動すると自身の強化するスキルを習得できます。さらにその使った時に塁に出てるランナーの数分さらに習得できる。だからもうランナーなしだと1個で、ランナー満塁だと一気に4つのスキル一気に習得できます。はいはい、でそしてキャッチャーなので、はい、全力投球で発動します。こちらのシンデレラハーモニーは初めて全力投球でキャッチャーのシンデレラハーモニーを発動します。今投げている投手のスタミナを回復させたり、でそして自分が先打席で習得しているスキルと同じ数の投手強化スキルを投手に上げます。さらに自分が最大まで自身の強化スキルを習得している場合は、なんと全力投球でキャッチャーの方でも OC 回復できちゃいます。なるほど。最近ピッチャーでも OC 回復できる選手が増えてきてるんですけど、これキャッチャーでもできる、両方同時に発動しますので、はいはい、皆さんぜひバッテリー強化のために迎えに見てください。そして発火祭を記念したラインアワードスカウトも開催されます。こちらのスカウトは装填スキルを習得可能な7名の選手がピックアップされたスカウトになります。このスカウトでは SSR の選手が 10% の確率でお迎えできて、さらにその全体の 7% が装填スキル習得可能な選手がこの 7% の中でお迎えすることができます。また10連スカウト1回につき9コイン発火祭記念を1枚入手することができます。入手したコイン3枚でスカウトチケット、発火祭9アワードと6枚でピックアップされている対象の選手とその他育成アイテムと変換することができます。スカウトチケット、発火祭9アワードを該当のスカウトに使用するとピックアップ対象の装填スキル習得可能な SSR 選手を確定でお迎えできます。この機会にぜひ装填スキルが習得可能な選手をお迎えしてみてください。さらに選手を選んでお迎えすることができるドラフトスカウトも開催されます。こちらのスカウトは優勝のインスターで6回限定10連スカウトのみとなりますが、対象の選手を選んでお迎えすることができます。お迎えできる選手は全員ひまわりスキルの開花が可能な選手になっております。この機会に欲しい選手をぜひお迎えして育成してみてください。また8月9日水曜日の0時からタイトル画面も発火祭仕様に変わりますので、ぜひチェックしてみてください。続いてイベント情報のご紹介になります。8月9日水曜日の0時からは3つのイベントが開催されます。1つ目がこちらです。じゃん、熱狂をその手に前編ですね。こちらのイベントではボーナス累積報酬でストーリーメダルの入手ができまして、ボーナスステージ初回クリア報酬では発火祭コインブルームアゲインプレミアを入手することができます。発火祭コインブルームアゲンプレミアはスカウトチケット発火祭2023無料10連をはじめ豪華報酬とアイテム変換できますので、ぜひイベントを遊んでみてください。そして2つ目のイベントがこちらです。覇者への執念では練習ステージをクリアすると指定のライバル校との試合を楽しむことができます。ステージをクリアすると発火祭コインブルームアゲンの入手ができて、そちらは育成に役立つ豪華報酬とアイテム変換できます。また初回クリア報酬と累積報酬では発火祭コインブルームアゲインプレミアの入手ができます。そして3つ目にマンスリーチャレンジの発火祭特別編が開催されます。
こちらのイベントは発火祭のイベントやミッションをクリアすることで入手できるマンスリーカード発火祭を使うことでステージに挑戦することができます。ステージをクリアするとこちらでも発火祭コインブルームアゲンプレミアの入手ができます。また通常ステージ6をクリアすると8月31日以降に入手できるマンスリーカード最後の戦いを使って準備ステージに挑戦できるようになります。準備ステージをクリアすると新光月高校ステージに挑戦可能になります。新光月高校ステージは非常に強い対戦相手ですが、勝利すると豪華報酬や称号などの獲得ができますので、選手を育成してぜひチャレンジしてみてください。初テレ、続いてはキャンペーン情報のご紹介になります。8月9日水曜日からは発火祭を記念した3つのログインボーナスが開催されます。まず1つ目がこちらです。発火祭第1章ログインボーナスです。こちらでは期間中毎日ログインをすると発火祭コインブルームアゲインプレミアを5枚 SSR 確定チケットを1枚入手することができます。発火祭コインブルームアゲインプレミアは無料10連スカウトチケットなどの豪華報酬とアイテム変換できますので、開催期間中は忘れずにログインしてくださいね。そして続いて2つ目のログインボーナスがこちらです。8月9日から9スター89個がもらえるログインボーナスが開催されます。こちらのログインボーナスは期間中に一度ゲームにログインするだけで89個もの9スターがもらえちゃいます。続いて3つ目のログインボーナスがこちらです。無料10連チケットスカウトがもらえる発火祭記念スペシャルログインボーナスです。はい、このログインボーナスは期間中に毎日無料10連スカウトが入手できて、最大150連分のスカウトチケットが入手できます。集めた無料10連スカウトチケットはこちらのスカウトで使用することができます。さらに発火祭コインブルームアゲンプレミアをアイテム変換すると、追加で最大100連分、8月9日以降のログイン時に50連分のスカウトチケットが入手できます。ログインボーナスと合わせると発火祭の開催期間中で最大300連のスカウトができます。ぜひ発火祭を遊んで300連スカウトに挑戦してみてください。続いてここからは8内のイベントメディア情報のご紹介になります。まずはこの動画の公開日、8月8日に 89S のコミック第5巻が発売されました。イエーイ。5巻ではエレノア率いるドレイク国際学院との試合がついに決着します。安原高校女子野球部、そして鈴村飛鳥の活躍にぜひご注目ください。続いては8月12日土曜日と13日日曜日に開催されるコミックマーケット102の出展情報になります。書き下ろしイラストを含む新作グッズの販売に加えて、毎年恒例のガラポン抽選会やチーム評価認定カードの配布などブースイベントを開催予定です。コミケで販売されるグッズはこちらになります。8内セット C102、 C102 限定観点、バスタオル、1年生のアクリルスタンドに選手応援タオル、トレーディングアクリルカード全38種、ニューエラーキャップキーホルダー、8内タオルなど新規グッズが盛りだくさんとなっております。8内タオルはボールの形に圧縮されているんですが、水に濡らすとこんな感じでフェイスタオルサイズに広がります。ぜひね、会場でボールの形を見てみてください、はい、その他にもニューエラキャップやラバーマット、8内サンダルの再販も予定しています。また今回のリアルガチャガチャではアクリルクリップスタンドをランダムで入手ですることができます。こんな感じですね。これです。はい、でクリップにもスタンドにもなる仕様で、それぞれ2キャラずつ差し込めるようになっております。こんな感じでね、推しキャラを差し込むことができます。通常絵柄52種類に加えてシークレット絵柄もあるので、ぜひ集めてみてください。出展場所は東京ビッグサイト南サンホールの2232ですね。監督さんたちのご来場をお待ちしております。続いて8月13日日曜日に開催されるハチサマクラッチロックライブ in 横浜のお知らせです。今回のハチサマは横浜のライブハウスサウザンドクラブにて開催いたします。バンド生演奏のスタンディング形式のライブで、クラッチの楽曲を中心にロックなライブをお届けします。チケットは概要欄記載のハチサマ公式サイト URL から購入窓口に飛ぶことができます。当日チケットも会場にて販売予定をしていますが、数に限りがありますので、オンライン決済での購入をお勧めします。また、特典の6ミニアルバムはお帰りの際に配布いたしますので、参加される監督さんには、ハチサマ終了後に必ずお受け取りください。そして、ハチサマを配信で見られる配信チケットも販売中です。配信チケットは8月19日まで何度でもハチサマのライブを見ることができます。
ただし配信チケットには6ミニアルバムの特典がつきませんのでご注意ください。そしてさらになんとですね、スカパーやケーブルテレビでご視聴いただける音楽番組ミュージックオン TV、 略して M オンにてですね、ハチ様の特番の放送が決定いたしました。ハチ様当日ライブ会場に M オンの密着カメラが潜入します。監督さんたちへのインタビューもあるかもしれませんので、可能な監督さんはぜひインタビューのご協力をお願いいたします。放送日などの情報は後日お知らせしますので、続報を楽しみにお待ちください。続きましては9月8日金曜日に行われるハチナイターの情報です。9月に行われる読売ジャイアンツとのコラボを記念して協賛試合のハチナイターが開催されます。観戦をご希望の監督さんには該当試合のチケットを購入することで観戦することができます。チケットは各種窓口にてお求めをお願いいたします。9月に行われる読売ジャイアンツとのコラボ情報は特設サイトにて随時更新されていきます。概要欄記載の URL をぜひ確認してください。続きまして、ハチ生でもお伝えしたこちらの情報です。8月9日より甲子園駅を含む阪神沿線のローソン7店舗で期間限定のキャンペーンが開催されます。800円以上の買い物で全5種類の中から特製クリアファイルがランダムで1枚もらえます。さらに新作マグカップの販売を予定しております。キャンペーンはグッズがなくなり次第終了となっておりますのでご注意ください。そして今年もこちらを開催いたします。甲子園の開催期間中、球場付近にてハチ内のうちわを配布いたします。配布期間は8月12日から14日になります。こちらのうちわもなくなり次第終了となりますのでご注意ください。ハチテレ、現在ハチテレではハチテレ何でも質問室にて監督さんたちからの質問を大募集中です。イラストや選手のこと、音楽のことなど、ハチ内に関するどんな質問でも大歓迎です。ご質問はこの動画の概要欄に記載されている回答フォームより投稿お願いします。たくさんのご質問お待ちしております。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。